日本中部地方長野県東築間郡長野県東築間郡の範囲東築間郡は長野県の郡、人口2632人面積268.5トル、人口密度76.8人 km 以下の5村を含む1879年に行政区画として発足した当時の群域は戦閣村の一部を除く 上記五村のほか以下の区域にあたる。地元での略称は、東地区。上記三市を挟んで、南北で分断されており、平野部に位置する朝日村、山形村を、地区南、山間部に位置する生坂村、尾身村、地区北村を地区北と呼んで区別することがある。人口動態では、地区南では微増、地区北では減少の傾向にある。大韓民国の春選手と、 姉妹都市として交流している。一松本町に、里山辺村三、入山辺村四、本郷村五、岡田村六、東内村七、西木部村相田村九、五条村十、中川村十一、本城村十二、坂北村十三、尾見村十四、坂井村十五、行坂村十六、日向村十七、東川出村十八。 中川出村19、上川出村20、東立村21、旗村22、山形村23、朝日村24、瀬場村25、和田村26、上林村27、新村28、今井村29、笹川村30。 相賀村31、塩尻村32、二、区町村33、片岡村34、小飛吹村35、中山村36、広岡村37、吉川村38、松本村。ありがとうございます。